にちは、スタイルハウス編集部です。今日はスタハ編集部のエディターと姉妹サイトバイマのメンバーに7月に海外通販サイトバイマで買ったものを紹介してもらおうと思います。それではインタビューしていきます。スタイルハウスエディターのあやさんに来ていただきました、はい、お願いします。お願いします。今月はですね、はい、やっぱりもうすごく暑いので帽子を買おうと思っていろいろ見てたんですけど、はい、最終的にこのサンローランとあのニューエラのコラボのものを購入しました、はい、今すっごく話題ですよね。そうですよね、はい、もう在庫も少なくなってきているほど人気だと思うんですけど、はい、こちらはパリのサンローランのコンセプトストア、まあ、限定ショップみたいなところで限定的に発売されているものなので、はい、なんかすごく人気があるみたいなんですけど、その中でもこの色がすごく可愛いなと思って。可愛いですね。可愛いですよね。で本当になかなかない色だし、はい、こういうのってスポーティーになりがちじゃないですか、キャップって。わかります。私とか被るとすごい少年っぽくなっちゃうのが気になったんですけど、はい、色がなんかベージュ、ちょっとグレージュっぽいような感じもありますし、そうなんです。なんかくすんだ感じ、とシックな色で、この色がなかなかないなと思って気に入って買いました。で、あとロゴですよね。やっぱりこの、あのサンローランのロゴがすごい高級感があって、はい、なんか可愛いなと思って購入しました。サイズとかって展開あるんですか？サイズが一応ユニセックスなので展開がないんですけど、はい、このシリーズがもともと940調整が可能なモデルなんですね。なので私は頭の周り多分平均ぐらいだと思うんですけど、はい、ここで調整すればそんなに違和感がないですね。ただ被ってみると結構深めに被る感じにはなるので、紫外線対策とか、あとちょっとすっぴん隠しとか、はい、なんかそんな感じでたくさんあの使えそうだなと思って気に入ってます。今月もう一つ買われたんですよね。はい、 T シャツも購入しました。かわいいですね。かわいいですよね、はい、これ以前あのスタイルハウスのチャンネルでも色違いのグリーンの方をレビューしてたんですけど、うん、 そうですね、その時になんかすごい気に入って、でピンクの方が結構いろいろ合わせやすいかなと思ってこちらを購入しました。サイズ感はどうされました？サイズが S サイズを買っていて、はい、それでも結構ちょっと大きめ。そうですね、なんかオーバーサイズの感じしますね。そうなんです、ちょっとゆるっと着る感じにはなるんですけど、結構このサイズ感とかも可愛いですし、であとすごくいいのが、はい、生地感がすごいしっかりしてて、結構厚めなので、はい、カジュアルになりすぎないというか、結構こう高級感のある感じがすごくいいなと思って、この夏はたくさん着ようと思ってます。いいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。バイマスタッフのあやさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。今月は既に出てますけど、はい、サンダル買われたんですね。そうなんです。ボッチェカベネタのサンダルを買いました。かわいいです、はい、なんか決め手とかあったんですか？ボリュームのあるサンダルが欲しいなって思っていて、でインスタとかちょっと見てると、うん、このボッテカの今季のサンダル見つけて、これ今の私にぴったりと思って最高の見つけたみたいな。そうですね。で意外にこんなボリュームあるんですけど、はい、重さがそんなに感じないというか、あまり重たくないっていうのと、やっぱフラットっていうのが決め手で買ってしまいました。履き心地とかどうです？あ、結構クッションがよくって、はい、で厚底なのですごく安定して歩きやすいし、前のこのベルトが結構しっかり足をホールドしてくれるので、はいはい、そうですね、めちゃくちゃ歩きやすいし使いやすいです。サイズとかってどういう選び、通常サイズで買われますか？そうですね、通常サイズ、あの普段履いてる靴と同じサイズ感で買いました。はい、どんなコーデに合わせてます？普段やっぱり、まあ、今日もなんですけど、はい、黒とか白とかモノトーンが多いので、はい、それでやっぱあのボリュームがあるので結構ここに注目させたいじゃないですけど、あ、ポイントとして、そう、ポイントとして使うことが多いので、いいですね。やっぱそうですね、モノトーンのコーデの時にはよく使ってます。確かにシンプルなコーデにもすごい映えそうですね。そうですね、スカートとかワンピースにも結構合うので、本当めちゃくちゃヘビロテしてます。今月もう一個買われたんですよね。はい、買いました。かわいい。
どちらのですか？これはジグサンダーのバレーシューズです、はい、購入の決め手とかあったんですか？これもなんかずっと結構以前から出てるモデルで、はい、なんか後ろをこういう風にこう踏んで履くこともできるっていうのを聞いていて、13段の靴はいくつか持ってるんですけど、はい、以前店舗で試着した時にすごい柔らかくて履きやすいなと思ってずっと欲しいなと思ってたんですけど、あ、なんか今だと思って。バイブってジルサンダーちょっとお得に買えますよね。あ、そうですね。そうですよね。そう、店舗よりもちょっとやっぱりお得に買いました。実際どうですか、レザーの感じとか。すごい柔らかくて、はい、だいたい私初めて靴履くときって靴ずれ起こすんですけど、はい、あ、わかります、ね、でも今回これは全然何のトラブルもなく、最初からいいですね。はい、すっごく履きやすくて、あ、またやっぱ黒でシンプルな形なので、うん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 、やっぱりこれも合わせやすいっていうのは決め手ですね。はいはいはい、革の感じもすごい履いていくうちによりなんか、そうですね、馴染んで、うん、馴染んでくると思う。まだ後ろはちょっと踏んで履いてないんですけど、はい、ちょっとしばらくこのままで履いて、ちょっとある程度馴染んできたらチル踏んで、冬場とかもソックスに合わせたいなとか、はい、思ってます。年中履けそうです。そうですね、年中履けると思います、はい。プラットシューズってすごく底が薄いみたいなの聞いたことあるんですけど、はい、そうですね、これも実は、はい、私このかかとのところを靴屋さんに、はい、ちょっと貼ってもらったんですけど、はい、っていうのはなんかすごくやっぱソールが薄くて、はい、まあ、その分なんかデザイン性がすごく高くておしゃれだなと思うんですけど、この部分が結構歩いてると下に落ちてきてというか馴染んでくると、このレザーの部分をそこに擦っちゃうような形になるので、はい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 、ここになんか穴が開きますよって靴屋さんで言われて、それは悲しすぎますね。そうね、そう、穴開いちゃうともう修理とかもやっぱ難しくなっちゃうから、もうそうなる前に先にちょっと薄いこういうかかとというか、はいはい、ソールつけてあげた方がやっぱり靴としては長持ちしますよってアドバイスをいただいたので、デザイン損ねないぐらいの厚さのものを私はちょっと貼ってもらって、まあ、長く大切に使いたいなって思いました。確かにその方がいいですね。そうですね、はい、はい、おすすめします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。スタイルハウスエディターのミキさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。今月は何買われましたか？今月はこちらのネックレスを購入しました。かわいい。ジュスティーヌ・クランケっていう、フランスのジュエリーブランドから購入しました。購入の決め手とかあったんですか？はい、夏なので、はい、この辺の T シャツとか結構寂しくなりがちなので、もう少し大ぶりなネックレスを探していて、はい、でバイブまでいろいろ見てたらこれかわいいと思って、結構長さもチョーカーに近いぐらい短くて、はいはいはい、なんかかわいいなと思って、うんうん、かわいいです。購入しました。重くないですか？それは。そうですね、すごい軽いかって言ったらそうでもないんですけれども、まあ、首につけてて疲れは今までしたことないので全然つけやすいと思います。このブランドについてあんまり知らなかったので、はい、なんかちょっといろいろと調べてたんですけれども、アトリエで一つ一つ手作りで作っているそうで、特別感あって素敵なブランドだなと思って購入しました。なんかこう長く愛用したくなりますね、はい、そうですね。なんか他のアイテムもこういうチェーンみたいなアイテムが多くて、ちょっとモードっぽいものも多いので、他のアイテムもちょっと買ってみたいなって検討しております。いいですね、ありがとうございます。続いてスタイルハウスエディターのリエさんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。今月買われたものを紹介お願いします、はいはい、今月はですねガニーのミニバッグを買いました、はい、かわいいですね。かわいいですよね。毎月リエさんすごいミニバッグを集めてらっしゃるイメージなんですけど、はい、ちょっと毎月バッグ買いすぎだなって思ったんですけど、はいすね、どうしてもこれが欲しくて買いました、はい、ナイロンですごいもうガシガシ使えるバッグが欲しくて、はい、買ったんですけど、はい、実際届いて、はい、このファスナーの部分がすごい可愛くて、はい、こう開けやすかったりとか、中も黒で見にくいかもしれないんですけど、こんな感じで作りはシンプルなんですけど、はい、ポケットが一つついているような感じなので、はい、まあ、結構使いやすい。で中に
見た目以上にたっぷり入るので、ね、すごい気に入っています。すごくあの、はい、機能的というか、あ、そうなんですよ、必要性が高いですよね、はい、このストラップも斜め掛けできるストラップなんですけど、はい、外すこともできるっていう感じで、ただ実際届いて1個ちょっと気になってる点が、はい、ここがこうチューブみたいになってるんですよ、はいはい、でなんか中に結構重いもの入れちゃうと、はい、斜め掛けした時に鎖骨のあたりにこう当たってちょっと痛いんですよね。そこが少しあーって思ったんですけど、まあでも可愛いし、可愛いです、はい、可愛いから許せるっていうのと、はい、私そんなに斜め掛けしなくて近づいてこうやって持ってることの方が多いので、はい、私はすごいこれを気に入っています。そのガニーっていうブランドっていうのは前からお好きだったんですか？そうですね、うん、結構前から見てて、でも最近なんか周りの方とかが買われているのを見て、はい、あ、いいなと思って、でなんかこうサステナブランドだし、ね、ちょっと私も気になっていて、なんか作りとか素材感とか心配してたんですけど、はい、値段以上に高見えするし、はい、バイマだと3万円台ぐらいで買えるので結構お得なんじゃないかなっていうふうに思います。とても素敵なバッグありがとうございます、はい、ありがとうございます。バイマレディース MD の萌香さんに来ていただきました。お願いします。お願いします。今月は何買われたんですか？はい、今月は2個購入したんですけれども、はい、まずケイトスペードのバッグを買ったので紹介します。大きめですね、かなり。そうなんです、結構大きいバッグがなんとなく気になっていて、でなんかケイトスペード自体もゴシップガールの時代からすごい大好きで、一緒に成長してきたみたいな感じで、はい、なんか結構今のラインナップとか見ると30-40代の女性とかに向けた結構大人の遊び心的なアイテムが、はい、多いなっていう印象があって、はいはい、毎シーズンチェックはしてるんですけど、こちらは今年のスプリングサマーの、はい、と新しいこのフローラル柄がすごい好みだったので、はい、この柄の商品が何か欲しいなと思っていろいろ洋服とかも見てたんですけど、はい、うん、ちょうど大きいバッグが欲しかったのでこちらを購入しました。柄可愛いんですけどプリントかと思ってたんですよ私。それプリントじゃないんですね。そうなんですよ、これジャカード織りになっているので、はい、そこもすごく大人っぽく、ね、花柄持てるなっていうところで、はい、魅力に感じました、うん、で結構ケイトスペードの中ではこれ国内で7万円ぐらいでお高めな多分バッグだと思うんですけど、はいはい、それだけあってやっぱりハンドルやこうトリミングの部分が本革で、花柄の部分はキャンバスジャカードになっているので、結構このお花の部分はすごいシルクっぽい感じのサテンジャカードみたいになっているので、すごくこう大人っぽい印象 で、ね、実物を見てより買ってよかったなと思いました。バイマだと4万円台で買えるの。そうなんです、もともと出たばっかりの時がそのくらいで、バイマだとやっぱりお得に買えるんだなって思ってたんですけど、うんうんうん、ちょうど7月、はい、バイマのサマーセールで探していた時に3万円くらいまで、はい、なんか多分アメリカの独立記念日セールとかそういうのですごく破格になっていたみたいで、そのタイミングでゲットできたので、ラッキーですね。かなりお得に購入できました。結構サイズが大きいので、はい、まあ、お仕事の時にももちろん活躍するんですけど、うん、はい、プライベートでは、まあ、ゴルフに行く時とか、あと1泊2日の旅行とかでも活躍していて、もうすごい便利ですね。本当にこのサイズ意外と持ってなかったんですけど、旅行用のボストンを持つほどではないかなっていう時にすごくちょうどいいので、はい、活躍してます。ストラップもついてるんですね。あ、そうなんです、長さ調節ができるストラップがついていて、はいはい、結構このショルダーもすごくなんかしっかりしていて、クロスボディにしてもいいですし、結構重い荷物を入れてるときは肩掛けにして持ったりしています。中の作りってどんな風になってるんですか？中が、もう本当に大きくこう一つの空間みたいな感じになっていて、でまあ、サイドにカードスロットとかファスナーポケットとかがあるので、はい、まあ、お財布とかカードケースとかが収納できるようなポケットはたくさんついています。じゃあこう大事なものはなんか行方不明にならずに、あ、そうですね、そうですね、でも容量はたっぷり入るっていうような、はい、すごいいいバッグですね。そうですね、スマホとか、うんうん、あとキーケースとかお財布はしっかりサイドのポケットに入れられるのでかなり便利です。いいお買い物ですね。はいもう一個買われたんですよね。はい、
もう一つは、はい、今回初めてチャレンジしたブランドなんですけど、韓国のファレっていうブランドの T シャツを購入しました、はい、でこちらがロンドンにあるナショナルギャラリーで美術館とのコラボの T シャツでして、はい、有名な絵画だとゴッホのひまわりとか、はい、あとモネの睡蓮とかもコラボして T シャツになってるんですけど、私はこのスールのアニエルの水浴の絵画がこうなんか刺繍でトリミングされてるのはすごい可愛いなと思って購入しました。プリントの T シャツっていうのはよくありますけど、うん、そういう感じでトリミングされてるのって珍しいですね。そうなんですよ。結構なのでなんかコラボならではだなっていう風に思いまして一目惚れしました。お、サイズ感とかどうですか？サイズは私は S サイズを購入したんですけど、はい、ユニセックスなので結構 S でも大きめで、はい、オーバーサイズできる想定で購入するといいかなと思っています。今着てる T シャツも同じブランドですか？あ、そうなんですよ。こちらもこの T シャツ買うときに一緒に買おうかなって思ってたんですけど、はい、まあ、初めてのブランドだったのでちょっと一回素材の感じとかあとサイズとか見てみて気に入ったらこれも買おうっていう風に思って、はい、で結果これを試着してすごい良かったので、はい、もう届いたその日にこれも前まで買っちゃいました。でこれ今 S サイズを着ていて、はいはい、結構なんか首元もすごいしっかりして詰まっていて肩もちょっと落ちる感じでオーバーサイズなんですけど、はい、うん、まあ、なんか夏なのでこのくらい大きくても涼しいですし、うん、ですね、古着っぽい雰囲気のサイジングで気に入っています。なんか韓国ブランドってこう若い子のイメージも強いですけど、うん、デザイン的になんか大人の女性が着てもOK な感じですごいいいですね。そうなんです。結構他の T シャツもすごいジロジロ見てるんですけど、はい、なんか全体的にちょっとヴィンテージっぽいデザインのものがあったりとか、あとはこういう絵画コラボのものがあったりとかで、はい、結構大人の女性も取り入れやすいのが多いのかなって思います。生地感とかも、はい、初めて買うブランドの T シャツとかって、はい、生地がなんかテロテロだったりとか首回りとか寄れやすいかなと気になるんですが、はい、結構しっかりとしてまして、なんか生地も薄手っていうよりは割としっかりとしたコットンで、はい、すごい気持ちよく着られるのと、なんか洗濯ガシガシしても首とかも全然伸びなそうだなっていう感じが今のところしているので、これはもういろいろと他にもこれから買っていきたいなって思ってます、はいはい、素敵なブランド教えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。ぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます。バイマメンズ MD のマヤさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。早速そちらにあるのは何ですか？こちらが一応イヤーカフになります。かわいい。お花の形なんですね。そうなんですよ。お花の形でブランドがディヘラっていうブランドで、はいはい、なんかベルギー発祥の、アクセサリーブランドみたいです。で私これ全然知らないブランドだったんですけど、はいはい、検索してて、あ、最初あの大きめのちょっとなんかファッションのワンポイントになるピアスが欲しかったので、はいはい、それで探してたら、はい、たまたま出てきて、あんま見たことないなと思って、うん、その形すごい珍しくて可愛いです。そうですよね。イヤーカフもつけたことなかったので、はいはい、ちょっとあのどんな感じになるか分かんなかったんですけど、結構良さそうだったので買ってみました。落ちたりとかそういうのはないんですか？この幅が狭めっていうんですかね。モデルさんとかも女性を起用されてるので、まあ、レディースのなんかものなのかなっていう感じなんですけど、うんうん、耳たまにグッとこう入れるような感じで、あ、なのであの落ちることは今までなかった。結構安定して使えるんですね、はい、おいいですね。アクセントになって年中使えそうですね。そうですね。あの普段つけてるピアスが結構シルバーが多かったので、そのシルバーのアクセサリーあのピアスと、うんうんうん、イヤーカフで一緒に合わせてインパクトがなんかあっていいのかなと思って。確かにそうですね。今月の購入品じゃないけど、はい、もう1個持ってきてくれたんですよね。そうなんです。こちらのジャックムスの、はい、カードケースになります。すごい可愛いですねそれ。カラーも結構ジャックムスって、うん、あのいろんな色があって、はい、私はあの紫が大好きなので、この色一色で
買いました。ストラップもついてて、そうなんですよ、ここ結構ポイントで、はい、なんかこれ選んだ理由が、はい、スマホとかで決済するので、お財布持ち歩いてたんですけど、はい、ちょっとしたなんかコンビニとかにお出かけとかに、はいはいはい、あのなんかこういうストラップ付きのもので、なんかサクッとお出かけ用のいいですね、ちっちゃいサイズのなんかお財布欲しいなと思ってて、倍まで探してたら結構安く売ってて、なんかジャックンスってものによってはちょっと手の届かない、確かにちょっとお高めなものもありますよね。なのでちょっと様子見てたんですけど、なんかこれは他のサイトとか見るとなんか3万円台とかだったんですけど、その時なんかこれ2万円台とかで売ってて、これは買いだと思って、買いですね、はい、買いました。実際使い心地とか中の作りってどんな感じですか？じゃあお見せしますね。こんな感じでスナップ式になっていて、一応なんか2つ折り財布みたいな感じにはなってます。で、中は仕様としては、カードケースが3枚入るものと、はい、あとなんかこっち側この内側にカードポケットが2箇所と、はい、あとここにコインケースが1箇所入っているっていう感じで、結構入るのかなと思ってます。お札は？お札は、はい、まあ、なんかお札入れみたいなものはないので、普段使うときはなんかこのカードポケットにこうお札を畳んで入れるような感じで使ってます。はい、このカードケースも一応まあ3枚入るんですけど、はい、まあ、なんか2枚ずつも入るので、ちょっといっぱい入れたいときは入れているときもありますが、まあ、ちょっと2枚ずつ入れると窮屈で、ちょっとあの取り出しづらかったりもするので、なんか他のあんまり使わないけど入れておきたいカードみたいなのはこのカードポケットに結構いっぱい入れるっていう感じにしています。見た目以上に収納力もあって便利な感じですね。そうなんですよね。なんかサイズ感も結構、私そんなに手大きい方じゃないんですけど、はい、ってぐらい手のひらサイズでちょうど良いのと、あとなんかコインケースもなんかこういうちっちゃいお財布ってなんかここのファスナーのところがちょっと開けづらかったりするのかなって思うんですけど、ちっちゃすぎてちょっと、そうなんですよ、わかります。ちょっとまあ、 使い慣れてくるとなんか違ったりするかもしれないんですけど、割ともう使い始めの頃からこれはファスナーが結構柔らかい仕様で、これが結構嬉しいポイントなのかなと思って。あとはここにもちゃんとこう、なんていうんですかね、マチが、マチが、はい、ついてるので、はい、まあ、取り出しやすいのかなというふうにも思ってます。なるほど。あとなんかお財布っていうとハイブランドのものとかを探しがちですけど、はいはい、こういうファッションブランドのものを探してみるのもすごいありですね。そうですね、はい、ファッションブランドのものだと結構これもそうなんですけど、うんうん、デザイン性もなんか高いものが多いので、はい、他とも被らないものもあっていいのかなと思います。はい、いいですね。ありがとうございます。ということで、今回はスタハ編集部のメンバーやバイマメンバーの購入品を紹介しました。ご紹介したアイテムは概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。